皆さんこんにちは。以前この100均トロで作ったコンロ、二次燃焼型コンロでこのザルにペレットを入れて燃焼テストしたんですが、うまくいきませんでした。二次燃焼しませんでした。それでもう一度チャレンジしてみたいと思います。今回は以前よりこのコンロの下側の空気量が増えたのと、今回これに少し多めに入れてみたいと思います。ほぼいっぱいですね。これでちょっとやってみたいと思います。ペレットに火がつくまで結構時間がかかるみたいです。だいぶペレットに火が回ってきたんですが、炎が大きくならないですね。100均ザルが悪いんでしょうか。やはり火が大きくなりませんね。100均ザルが悪いかと思うので、ちょっと100均ザルを取ってみたいと思います。下の穴がちょっと大きいので少しこぼれるかもしれませんが、一応下にトレーがあるので、まあ、大丈夫かと思います。ペレットをちょっと追加しました。
左側が少し二次燃焼しだしましたね。一応二次燃焼しているようですね。やはり100均トレイがあまり良くなかったのと、ペレットの量が少なかったんですね。一応ペレットでも二次燃焼してます。成功です。やはり二次燃焼の状態が丸い方がいいみたいですね。近くの角の方があまり炎が出てないところがあります。はい、今回は100均トレイで自作した二次燃焼型コンロのペレットでの燃焼テスト、再テストですね、を実施してみました。やはりこのザルがあまり良くなかったのと、あとペレットの量が少なかったのが原因かと思います。ご視聴ありがとうございました。